保人系はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークに本社を置く保人系インクのブログ EC サイトである腕時計に関する詳細なレビュー、ヴィンテージアイテムの歴史的な背景、最新ニュースなどを画像や動画と共に発信している保人系の設立は創業者ベンジャミン・クライマーが2008年に開設した時計に関するウェブサイトとして始まった UBS に勤めていた同志は2008年のリーマンショックが起きたことにより時間を持て余すようになる。個人系を立ち上げたきっかけは当時の上司に毎日出社する必要はあるがその時にするべき仕事が全くないのであれば好きなことをやって構わないと言われたことで腕時計に関する内容を自身の文章で投稿するようになったことである。サービスを開始した当初は タンブラー上で運営をしていたが、その後に、スクエアスペースでの運営へと変更された。サービス名は、チェコ語で、腕時計を意味する、ホディンキーに基づく。翻訳サイトバベルフィッシュを使って検索された。2012年には、EC サイト、ン人系ショップを開設し、腕時計のベルトの販売を開始する。現在は、時計ベルトだけでなく、時計を収納するためのケースや、 時計関連の書籍のほか、定型ブランドの腕時計や、ヴィンテージウォッチなども販売している。2013年には、著名人や時計コレクターのコレクションをインタビューする、トーキングウォッチズと呼ばれるコーナーを新設し、YouTube に動画をアップロードしている。初回は、歌手のジョン・メイヤーをインタビューした。2015年には、時計サイトのコンテンツのキュレーションアプリウォッチビルを運営していた。 ノーステクノロジーズ社と合併し、同社のケビン・ローズが CEO として経営に参画する。2017年にケビン・ローズが保人系を離れ、トゥルーベンチャーズに参画し、保人系を投資面から支援することとなった。この期に設立者のベン・クライマーが再び CEO に就任した。2018年に10周年を記念して限定のオメガ、スピードマスターが販売される。 これは、ベンクライマーが保人系を始めるきっかけの一つとなった同志の祖父から譲り受けたスピードマスター MK40 をベースにした時計である。2019年には初の海外展開として日本でサービス開始されることが発表された。日本版は、ハースト夫人画放射との提携によるもので、本国の翻訳コンテンツのほか、日本の読者に向けた独自のコンテンツも提供される。 2019年11月18日に初の海外版として、保人形ジャパンがリリースされた。本国の保人形の初期と同様に当初は2名体制で運用される。編集長として時計雑誌の編集を行ってきた湯関口が、そしてウェブプロデューサーとして時計ブロガーだった正春和田が就任した。保人形はこれまで様々なブランドとコラボレーションした。 限定モデルをリリースしている。hodinke.com e, e. サイトインフォ。アレクサインターネット2019年8月25日、閲覧。世界一の時計ブログ、保人形に学ぶメディアコマース。Cnet Japan2019 年9月20日閲覧。保人形ラジオエピソード1ベンクライマー。保人形2019年9月20日閲覧。 Talking Watches with John Mayer,https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ ,v=i6vj3m0a2019 年9月20日、閲覧。ケビン・ローズ氏、ベンチャーパートナーとして、トゥルーベンチャーズに参画。ザ・ブリッジ、2019年9月20日閲覧。オメガスピードマスター保人計10周年、記念限定モデル。 腕時計の読み物。正さ和田。二千2019年9月20日閲覧。アナウンスメンツ。保人形ツールオンチジャパニーズランゲージウェブサイトイン。パートナーシップウィズ。ハーストジャパン。保人形。2019年9月20日閲覧。ホディンキーの初海外展開を今週日本で開始。株式会社。ハースト夫人が放射。https。 w w w f i r s t c o j p ワッツヌ、コープマイナス1 9 6 1 0通ローンチ。ホデンキーズファーストインターナショナルバージョンイン。ジャパンインフォール -2019-2019 2019年9月20日、閲覧。ゆ、関口、正春和田、レターフロムザエディター保人系ジャパンローンチに寄せて。2019年11月28日閲覧。米国発時計デジタルメディアの ホディンキー日本版がデビュー創設者と編集長に聞く。wwdjapan.com2019 年11月28日閲覧ノーベンバー二十21スティーブン・パルビラントアナウンスメンツン人ージャパン・イズ・オフィシャリー・ライブン人ー2019年11月28日閲覧オクトーバー二20ベンジャミン・クライマーイントロデューシング ザメガバイト &FLM101 リミテッドエディション4保人形天ピーシズインステンレススチール保人形2019年10月29日閲覧イントロデューシングザゼ,ゼニスエルプリメロオリジナル4保人形保人形ショップ2019年10月29日閲覧ノモスグラシャットメトロクロノメーターリミテッドエディション4保人形 保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。イントロデューシング、ザ・バッシュロン、コンスタンティン・ストリック・コーンズでバッシュ1955、リミテッド・エディション4保人形。保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。イントロデューシング、ザ・レセンスタイプ 1H リミテッド・エディション4保人形。保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。 Introducing, The Tug, Hoyer Limited Edition カララスキッパー4保人形。保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。Introducing, The Roland Figure トラベラー Limited Edition 4保人形。保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。Introducing, The Swatch System 51保人形ビンテージ 84? 保人系ショップ、2019年10月29日、閲覧。セプテンバーレイゴ、ベンジャミン・クライマー、イントロデューシング、ザ・オメガ・スピードマスター保人系 10th anniversary リミテッド・エディション。保人系2019年10月29日閲覧。イントロデューシング、ザ・グローニフェルド1941レモントイレリミテッド・エディション4保人形。 保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。レビュー、スウォッチシステム51ブルーエディション4保人形。腕時計の読み物。マサハルワダ、2019年10月29日閲覧。イントロデューシング、ザスウォッチシステム51ブルーエディション4保人形。保人形ショップ、2019年10月29日、閲覧。スリム D、ハーミーズ4保人形。 個人系ショップ2019年10月29日閲覧スリム d ハーミー,ーズ gmt4。GM 個人系個人系ショップ2019年10月29日閲覧 The IWC パイロット s w a t マークスバイブ edition 個人系 in セレタニウム個人系リミテッドドッ hodine.com k 2019年10月29日閲覧。 ザオレスダイバーズシックスティファイブリミテッドエディション4保人形リミテッド .dot.ho.d.i.n.k.e.dot.com 2019年10月29日閲覧ブラペンフィフティファゾムズリミテッドエディション4保人形リミテッド .dot.ho.d.i.n.k.e.dot.com 2019年10月29日閲覧モンブラン1858モノパッシャー リミテッドエディション4人形。リミテッド d h o d i n k e e c o m 2019年10月29日閲覧。ありがとうございます。